はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日もマイタで遊んでいくんですけども、まあ、前回ねこの動画を上げまして、大変たくさんの方に見ていただけたんですけれども、その後パソコンの調子が悪くなって簡単にね初期化したんですよ。気軽にどうせサーバーに全部あると思って初期化したんですけれども、このゲームのデータが全部飛びました。これサーバーで管理してるわけじゃないらしいです。パソコン側に保存してるらしいです。なのでサメがねもう赤ちゃんスタートだったんですよ。ただね僕やりたいことがあったんで、もう最初から全クリしました。でこの動画は5分ぐらいの動画になるんですけれども、もう7時間かかりました。編集も入れれば7時間かかったので、ぜひ楽しんでいただければと思います。またねこの努力を少しでも哀れだなと思った方はチャンネル登録をお願いいたします。では早速動画に行きましょう。早速こちらがベイビー子犬ちゃんでございます。まだ1メートルしかないサメでございます。ここから成長するとポンティーンでございます。ティーンは 1.4 メートルとね、これが俺は一番見た目的にバランスがいいかなと思っております。これがレベル10になるとパンってわけでね、こちらの大人 2.6 メートルと結構でかくなってまいります。こちらがねさらに成長しますよ。ポンエルダー20、まあ20レベルで進化ですね。もう目がちっちゃいんですよ。もう可愛くない。こっからでこっからレベル30になるとバーン、メガー、もう目が点でございますよ。目がちっちゃすぎる、ブスすぎ、デブすぎ。というわけでね、ここからどんどん派生していくわけなんですけども、早速、1個目がエレクトリックいきましょう。ポンというわけでね、こちらがティア1のエレクトリックでございます。見た目はこんな感じ。ちょっとね、仮面舞踏会みたいなメガネつけておりますけど、ここからポン進化しましたが、変わったのはステータスのみ。見た目は変わっておりません。ここからティア3に変わるときに見た目がちょっとビヨンって変わります。ポン。はい。こんな感じでございます。目がちょっとビヨーンって伸びてますね。でさらにティア4に変わります。4に変わるときも 見た目は変わらないんですよ。 ステータスだけ、はい、変わったね今。で最後ティア5になるとこちらバン、はい、伸びきりましたね。これが一番最後です。結構ねブスすぎますよね。これこんなに出くわしたら僕は気絶します。次はボーンでございます。ボーンのねティア1でございます。こちら見た目はこんな感じ。ティア2になるときはステータスだけ見といてください。見た目変わらないんで、はい。というわけで、まあ、見た目は変わんないがちょびっと強くなります。でティア2からティア3に上がるときに見た目が変わります。せーの、はい、こんな感じです。ちょっとね頭のコーティングが少し多めになりました。で次がティア4ですね。ティア4に行きます。ポイ、はい、またステータスが上がりました。もう行きましょう、ティア5。せーの、はい、とちょっと早かったね、はいっていうのがね、まあいいでしょう。これが最終的なティア5の顔でございます。もう極悪非道、気持ち悪い。こんなね、どうしてここまで防御力に特化したのか。まあ案外攻撃力もあるんで、俺的にはこいつが一番気に入ってます、サメの中では。うん、電気も強いんだけど、こいつはやっぱボートと戦う時が大活躍なんで、この子が一番推しですね。はい、では最後のシャドウいきましょう。シャドウのティア1こんな感じ。まあメガネかけてる感じ、うん、ただの黒いサメですね。全然あの見た目の特徴はございません。でここからティア2に行きたいところなんですけど、ステータス変わらないんで、もういきなりティア3行きましょう。ティア3にせーのポンというわけでね、まあ見た目ちょっとかっこよくなったよ。中2が喜ぶよ、私も含めなんですけれども、まあこんな感じになります。ティア4行きましょう。ティア4ピッと、はい、まあ見た目変わらないね、うん、最後ティア5になるときにステータスも上がり見た目も変わります。では最終、まあもう皆さん見たことあると思うんですけどね、ティア5に移動しましょう。せーの、というわけで、こちらが最終的なティア5。まあ結構ね、あのコメント欄でも仮面ライダーってなんだ。コメント欄でもですね、仮面ライダーの何々に似てるみたいな、何々モードに似てるみたいな。僕もね、それコメント欄来てすぐ調べたんですけど、確かに似てました。はい、こんな仮面ライダーがおりました。というわけでね、今回こちらの動画、はい、先ほども言いましたが、7時間かかっております。大変な苦痛、いや苦痛じゃないです、楽しかったです。ゲームは楽しみましたよ。やっぱ1周目15時間かかったんですけど、2周目は6時間ちょっとでクリアできたので、僕的にはねすごい時短できてよかったです。はい、2周目じゃ全然違います。もっと早めることもできると思いますよ。僕寄り道しちゃったんで、寄り道しなければ5時間で終わったでしょう。はい、というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでも同情していただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今後もですね、こういった最新ゲームの情報や、まあなんかまとめ動画みたいなものを撮っていければと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。